割り出しをやっぱりおろそかにすると後々どん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 歪みっていうのが大きくなってしまいますので、割り出しっていうのは重要なポジションになりますね。釣りは人間でいうと骨格、骨のようなもの。切り子はマイナスの光景、他のものだと付け足していくものが多いんですけど、切り子っていうのは削っていきますから後戻りはできないですね。切子一本の線に個性を出ます。同じ道具、同じ仕様のもので削っても職人さんの経験とか考え方とか、要するにバックボーンですよね、一本一本に宿ります。手触りがやっぱ違うんですよね。指先から伝わる感触、それが全然違うので、それをやっぱり確かめて、そしてぜひとも口につけて使っていただきたいなと思います。本当に全身で切り子というものを感じてほしいなっていつも思っています。